レース徳山の3月を締めくくるのは中日スポーツ杯争奪戦本命バトル。いよいよ6日間の戦いもラストカードです。優勝戦第12レースを行います。対戦メンバーは1号艇群馬の久田俊之、2号艇静岡の山田優太、3号艇地元山口は下関の谷村和也、4号艇愛知の天野昭夫、5号艇東京の高橋秀幸、6号艇福岡の小葉翔作。以上の6名、本番も枠なりに作戦行動が始まりました。本命バトルと銘打たれた今シリーズ、優勝戦での本命は1号艇久田俊之、人気が集中しています。近況リズム上々、前走地津からの連続優勝へ得意のインから逃げるのみとなりました。一方2コースは2号艇山田優太、レース足回り足には手応え十分、トーチは連続輸出です。3コースに地元3号艇の谷村和也、 G1 含めて7回の優勝と地元徳山の実績抜群。角には4号艇天野昭夫、ここまで7勝マーク、予選トップの実力です。5コースにはスタート力とモーターパワー、展開も味方につけています、5号艇高橋秀幸。そして大里6コースは今節の B 級レーサー代表小林翔作、アナトーファンの夢も乗せて大里からの発進です。枠なりの3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番2番5番が覗いたスタート、センターへこんで出ていく5号艇の高橋、1マークの攻防です。逃げる1号艇の久田、まくり差しに切り替えた5号艇の高橋、さらに内側から3号艇の谷村、バック側1番5番のトップ争いとなりました。スタートは前提正常でした。直線コースは1号艇久田が前に出ます。追いかける2番手が5号艇の高橋、じわりリードを広げながら1号艇の久田が2マークの旋回に向かっていきます。トップで回るのは1号艇の久田、指してくる5号艇の高橋ですが、先頭は1号艇久田譲りません。2番手5号艇高橋、3番手は3号艇谷村、その内側から4号艇天野、2号艇山田が接近、最後方は6号艇の小葉。これから2周目1マークの旋回です。トップで回っていくのは1号艇の久田、2番手5号艇高橋、そして3番手4号艇天野が先に回る、差す3号艇の谷村、3番手は4号艇の天野が一歩前です。まだまだ粘る4番手3号艇の谷村、その後ろは離されて2号艇山田、6号艇小葉と続きます。3番手4番手の定冠は近いまま2周にマーク、先頭1号艇久田、続いて5号艇高橋、3番手4号艇天野が先に待って差す3号艇の谷村、ここは4号艇天野ががっちり3番手をキープ。上位3艇は1番5番4番で優勝戦は最終周回に入っています。先頭は高橋の攻めも受け止めて逃げました1号艇久田俊之、最後の1マークトップで折り返します。2番手5号艇高橋、4号艇天野が3番手、さらに後ろは3号艇谷村、2号艇山田、6号艇小葉、上位3艇は1番5番4番です。2連単1号の組み合わせ 14.9 倍、3連単1号4で入ると 51.1 倍です。ラストターンマーク先頭でクリアは1号艇久田、これが2連続21回目、今年早くも3回目、徳山は2回目の優勝ゴールが目前です。まもなくゴール、先頭1番久田優勝五輪、5番高橋五輪、4番天野五輪、3番谷村五輪、2番山田五輪、6番小葉五輪。